れだ。何なんですか。お大変失礼いたしました。ちゃんと答えてくださいよ。私は第101代内閣総理大臣岸田文雄でございます。それではただいまより記者会見を始めさせていただきます。質問のある方どうぞ手を挙げていただけたらと思います。はい、あそれでは、はい、そちらの方どうぞ。はい、総理の目指す人物像はありますか。はい、私の目指す人物像でございますが、徳川家康でございます。この方を非常に慕っておるわけでございます。なぜかというと非常に似てるんですね。何が似てるかと言いますとね、小さい頃からいじめられてきました。私もその通りです。そして大きくなるにつれて名前をどんどんと変えていきました。私のニックネームもどんどんと今変わっております。あのね、私が学生それから政治家になるとき、その時のあだ名ニックネームはこれはキッシーだったんですね。非常に爽やかな名前でした。そして私が内閣総理大臣になった時、その時には意見を言う時に、検討中です、検討中です、検討中です、ずっとこの言葉を言っておった時にですね、みんなからはミスター検討士、このように呼ばれてしまいました。そして今でございますが、なぜか私のことを増税メガネというあだ名になってしまいました。はっきり言います、皆さん、私は増税はいたしません、減税をします。そのように国民の皆様に伝えました。そしたらですね、逆に国民は嘘つけ嘘つけということで、この増税クソメガネというですねニックネームに変わってしまいました。そして最近よく言われるのはカニ総理とも言われております。あの海にいるカニ総理ですね、あのカニでございますけれどもね、なぜかと言いますと支持率がめちゃくちゃ低いです。それを横ばいで歩いているからというのが一つ。そしてですね、何をするにも前にも後ろにも進むことができずにただ泡を吹いているからということで、そのようなニックネームがついております。真面目に答えてくださいよ、もっと。はい、それでは続いての質問の方いらっしゃいます。はい、はい、あ、はい、じゃあそちらの方どうぞ。はい、将棋の藤井聡太さんが八冠独占しました。はい、何か一言お願いします。あ、そうですね、これは日本にとっても非常にめでたいことではないでしょうか。それでは内閣総理大臣よりお祝いの言葉を述べさせていただきます。藤井聡太君、内閣改造したのになぜ支持率が下がるんだ。これをもちましてお祝いの言葉に返させていただきます。お祝いの言葉なんてないじゃないですか。次の質問の方いらっしゃいます。はい、はい、じゃあそちらの方、はい、はい、どうぞ。はい、今回の内閣改造は完璧だったんですか。完璧とは言えなかったかもしれません。それは何かと言いますと人選の問題でございます。で、私ですね、法務大臣、こちらをですね小泉龍二君にお願いしたわけでございますけれどもね、内閣総理大臣がですね大臣を指名するとき、そのときは直接その方に電話をしてお願いをするわけです。私、この法務大臣小泉君に連絡を入れました。しかしですね、本当は小泉進次郎君に連絡を入れる、そうしたつもりがですね、なぜか龍二君が出てしまったんですね。まあ法務大臣だったら誰がやっても同じなので、まあ龍二君で行こうということで龍二君に決めさせていただいたわけでございます。はい、他に質問ございますかね。はい、はい、あ、はい、じゃあどうぞあなた。はい、はい、今回の内閣改造ですが、ご自分の出来栄えはどれくらいですか。あ、もちろんこれは 100% でございます。何かと言いますとですね、次期総裁選が自民党でございます。その時に立候補しそうな人間、それを全て大臣にしてしまいました。ですので抑え込んだわけですね。完璧な抑え込み、これは 100% でございます。はい、以上でございますか。じゃあこれをもちまして記者会見を終了させていただきます。ちょっと待ってください、質問に答えてくださいよ、ちゃんと。いや、いやいや、え、あれ、いや、あなたはあの ND リストって言う人だったでしょ。ちょっと待ってください、私 ND リストがあるんですか。ちゃんと答えてください。いやいや、分かる分かる、じゃあ、あなた、あなたじゃね、どうぞ質問してもよろしいですけど、はい、しっかりと会社名、それからですね、名前を挙げてくださいね。わかりました。はい、デジタル担当大臣の河野太郎でございます。河野太郎、なんでここにいるんだ君。ちょっとなんで私を封じ込めるようなことをするんですか。こんな茶番劇じゃないですか。さっきから見てられませんよ。ちょっと待ってください、冷静になってください。いいですか、もっと大人になってください。いいですか、この記者会見はですね子供も見ているんです。もちろん私の子供も見ているんです。
あれなんで拍手ないのこれね、拍手ないの、勘違いしないですか、ちょっと待ってくださいよ、はい、子供ってあのひょっとして総理の息子さん、はい、長男のあの問題児の翔太郎さんのことですか。そうですよ。ちょっと待ってくださいよ、はいはい、それ子供じゃないですよね。いやいや子供でしょう。いや立派な成人ですよね。それ立派な子供ですよ。いいですか、首相公邸ですよ、ね、あんなあのやっちゃうんですよ、階段のところで祖国ごっこやっちゃうんですから、知りませんよそんなの。それだけじゃないんですよ。知らない、知らない、知りませんよそんなこと。私の息子はですね、なんといってもですね、公費を使って海外に行きました。それ知ってますよ。それだけじゃありません、お土産にアルマーニのネクタイを買ってきたんですよ、アルマーニのネクタイです。自ら自分の首を自分で締めたんですよ。ね、本当に、ね、笑い事じゃないんですよ。笑い事じゃありませんから。いやだって面白いじゃないですか。自ら自分の首を自分で締めた。おお、確かに。首をうまいこと言うわけですよ。いいね、ちゃんと答えてください。いいですか、総理。はい、総理はね、あの広島サミットまでいいとこまで支持率言ってたんですよ。それにこのご長男の問題ってこんなになっちゃって、うん、この間なんてね、先日某新聞社支持率 25% しかないんですよ。ちゃんと答えてくださいよ。はいはいはい、この度は本当に反省しなければいけないところがたくさんあると思います、非常に遺憾に思います、親の顔が見てみたいね。あなたですよ。あ、俺だ。あなたのことですよね。いやだからね、一寸先は闇なんです。何があるか分かんないんですからね。確かにそうですね、一寸先は闇です、うん、そうです。私もね、今回のマイナンバーカードの問題で、はい、こんなに地に落ちると思いませんでしたよ、はいはい、私もっとね、人気者だったんですよ、はい、これでまた総理の座が遠のいていきますよ。でもね、私には秘策があるんです。そうなんですか。確か総理は人の話をよく聞くんですよね、はい、私は人の話をよく聞きます。だったらですね、ちょっとまあ遠回しな言い方かもしれませんが、はい、来年の総裁選挙ご辞退なさってください。いや、思いっきりですね、直球ですね。ダメですか。直球ですね総理、はい、私も何が足りませんか、はい、何が悪いんですか。私のこの総理大臣になる秘訣って何なんですか、教えてください、はい、私はそれではアドバイスをしたいと思います。いいですか河野さん、あなたはですね、全国的には人気があるんです、はい、しかしですね、永田町ではちょっと問題があるわけですね。そこが一つポイントかなと思っております、うん、まあ、私が何を言わんか、これはもう分かって、分かりました、何を言わんとするか分かりました、はいはいはい、まあ、要するに、うん、国民のためじゃなくて議員のためにもっと汗を流せっていうことですよね。いや、あの、そういうことです。いや、そういう、それ、その手始めといたしまして、はい、デジタル担当大臣といたしまして、はい、今あの話題になっております、はい、細田元衆議院議長の、おうおう、あのパソコン内には統一教会とのこの資料が、関係資料がたくさんあると思いますので、うん、その証拠隠滅にそのパソコンドリルで穴を開けてまいります。ちょっとやめなさい、ちょっと汗をかいてきてきます。ちょっとやめなさい、ちょっと、ちょっとやめなさい、うん、あのね、そんなことしたら自分の仕事にも穴開けちゃうよ。あの記者の皆さん、書かないでね、本当にね。どうするの岸田君、はい。